生物地理学は地球上の生物の分布や生態系について地理空間や地質年代との関係を研究する自然科学の一部門である。個体群や生物群衆は地理的勾配に従って異なる適応が観察され地理的勾配に依存した強い規則性を持っている。私たち人の初期の祖先は自然地理を予測し異なる 様々な環境に適応してきたように、生物の数や種類の空間的変化を知ることは極めて重要である。生物地理学は生態学、進化生物学、地質学、自然地理学の概念や情報を統合した学際的な探究分野である。扱う対象によって動物地理学、植物地理学等に分けられることもあるが、植物と動物の間には、 共振化や空気割れるの関係などの密接な主観関係があり、分布の状況が似る傾向があるため、生物地理学として一括で扱われることが多い。特定の地域の生態の解明に重点を置いた、生態地理学、生態の区分論、区分の成立過程を解明する、区形地理学、そしてプレートテクトニクス理論と、生物分布の変遷の関係を解明する、 歴史生物地理学に細分化されるが、現在は歴史生物地理学が主体的で、古生物学との連携も大きい。こうした分布域とプレートの動きの連関を探るには、広範な分野への関心は必須である。現代の生物地理学研究は、生物の分散に関する生理的、生態的制約から、世界的な空間スケールや、進化的なタイムスケールで働いている。 地理的、気候的現象まで多くの分野の情報やアイデアを組み合わせている。アルフレッド・ラッセル・オーレス著、動物の地理的分布より、6動物地理区を記した地図。ありがとうございます。